大田原市港マデラにある大田原市墓所、市指定文化財。大田原城市大田原市、大田原市は、下屋国の豪族、近世大名の名族。武蔵七島の担当の一族である阿保市の分流と、され大田原忠清が、大田原市の初代であると伝承されている。初代とされる大田原忠清は、南北朝時代に、武蔵国に阿保号にあったというが定かではない。 タジヒマサとは、タジヒ、タンジヒとも表記し、古代の戦火天皇の御子の末裔であると伝わるが、これも定かではない。また、別に、大田原忠清は、武蔵国半沢郡阿保層に住んでいたが、担当に参加して、その後に、関東兵士の一族と称し、領地の中からまた、阿保と名乗ったとも言う。また、その他の説としては、平城天皇の御子であった。 アホ神皇の子で有原の阿ソを賜った、有原の成平の後員とするものもある。その説では、藤原阿ソを名乗ったり、丹治氏に複製したりしているが、詳細は定かではない。大田原氏は、下谷国那須地方の大田原に移住したことから、大田原と名乗ったとされる。大田原忠清の子孫は代々、大田原を本拠とし、大田原を称したが、大田原種清の代に、 大田原に変更したと言われている。大田原家府などの書書によると、大田原康清は、那須氏に仕え、初めて、那須に移り、金田村、港口城二重視などと記載があることから、室町時代の初頭か前期頃に、大田原康清と名乗る武士が、名俗那須氏に仕官したことがわかる。大田原氏は、康清の時代に、那須氏に仕えながら次第に、勢力を拡大し 在地武士たちを家臣団として編成するなどして、領主として勢力をつけていったと考えられている。安清は水口城を築き、大田原氏の基礎を固めたと言える。この水口城は大田原種清の時代までの5代にわたって、大田原氏の本拠として使用されたのである。戦国時代に入り、安清の子、大田原種清とその子、 大田原スケキの時代になると、大田原氏は、どんらんな野望を抱くようになる。当時は、ナス氏が上下に分かれており、その上ナス氏に仕えたスケキは、当主ナス氏親の信任が厚かったが、それを利用した。潮屋には、実施がなかなか生まれなかったため、致し方なく、養子を白川氏から迎えていたが、それが、ナス氏へである。しかし、潮屋には、その後、 実施のなす子宮が生まれた。種、清志、佐清は匠に、塩谷に、死刑が当主の器ではないと残言し、実施の子宮の方が有望で家臣の期待も集まっているとあゆ追従をした。そして、ついに、永業11年の夏、塩谷と養子の死刑の関係が悪化すると、塩谷の意志と称して、子宮を要する王石氏、伊王野氏、金丸氏、 足野氏などの那須等の有力諸氏を味方にして、死へを攻め滅ぼした。しかし、死へのこもる福原城を行為している間に、養主の那須支給は、騎士改正を狙った那須死への放った者によって拉致され、福原城へと連れ去られ、城が落ちる際に、斬殺されてしまった。そのため、種、清助清の養子を養して上那須家を牛耳る計画は、失敗に終わり、 ナス氏は上ナス氏が滅んだことで、氏もナス氏によって統一されることとなった。スケキはそれでも野心を捨てず、領地拡大を図り、永正15年に同じナス党の福原子安、大関修造などの不意をついて攻撃したが敗れた。そのため、一時、国元を去ったが、娘をナス正介に嫁がせるなどの工作をしたことが功を、そうしてスケキは本領に復帰した。 その後、正サを牢絡し、大関マスジを打ち取り、長男の高蔵を養子として、大関氏の名跡を継がせ大関高蔵とし、福原氏にも、正サの命と称して、次男の志向を養子として入れて、福原助隆として、両家を乗っ取ることに成功した。父、那須正サが、大田原氏を偏帳することなどから、対立していた那須高助が家督を継いだ。そのため、 高助を敗することを、大田原氏は計画するようになった。しかし、高助は、優勝で、近隣の有力大名の宇都宮直綱が、足利春氏などと連合して攻め込んできた際も、大田原氏などの援助を得ずに単独で、それを撃破し、直綱を打ち取るなど活躍した。助清の死後、その後、大田原綱清は、那須氏の宿敵、宇都宮広綱と吉見を通じて、 優勝の誉れ高いナス・高助を戦本城にて暴殺。姉の子であるナス・助種をナス家の当主にして戦権を振るった。しかし、その後、成長したナス・助種は、大田原三兄弟らの戦団を憎むようになった。また、大田原三兄弟も、ナス氏は、もはや不要であると考えるようになり、大田原氏は、宿敵の佐竹氏と連合して、 ナススケタネを排斥しようと図った。その結果、ナススケタネと大田原三兄弟は、合戦に及ぶなど緊迫したが、近隣の佐竹氏や宇都宮氏足名氏などもナス領を腰単々と狙っている、情勢での内部分裂は愚劣であることは、明らかだったので、ナススケタネの老身の沖野氏やナス等の、有力黒人の洋野氏の意を受けた、洋野氏の老身稲沢氏らが階段を持ち、 助種や三兄弟を説得して、ついに和平にこぎつけた。それによって、ナス氏は、対外的にまとまりを持つことができるようになり、ナススケ春の時代には遊戯することができるようになった。しかし、大田原氏の野望は尽きず、ナス等の千本氏を暴略で滅ぼし、その領地を兄弟で分割するなど、大田原氏は、ナス氏の癌であり続けた。豊臣秀吉が、ご法上氏を攻めると、 いち早く、大田原春清は、豊臣秀吉に従い、その領地を保全し、那須氏には、次期尚早として、秀吉に従うことの日を唱えた。そのため、那須氏は地産したとされ改役され、大田原氏は、那須氏から認められていた領土をそのままに、近世大名へと脱皮を果たし、大田原藩を立藩。そのまま一度も、領地を移されることなく、明治維新を迎えた。 ありがとうございます。